そろそろ出番だということでやっていきます。前回の続き。馬頭鬼じゃなくて目月ですね。第1回で倒した幽闘鬼、あれね、ゴズキっていうらしいです。普通に間違ってました。結構漢字の読み方は間違っていて、遅れってずっと言ってたやつはこだまでしたね、正確にはね。間違いに気づいた人はすぐに教えてください。結構よく間違ってます。そして気づいてません、それに。ああ、また相変わらずやってきてますね。あ、なにこれ、肉削られて、俺の肉が、あ、これだ。根付きによりなんとか殺、叩き殺。読めない感じがあるんですよね。全然勝てる気しないですけど。危ない危ない。で、カウンター入った、今。相手がね、体赤く光った後を使う強力な攻撃。これはタイミングよく妖怪技でカウンター取れるんですよ。そしたら、相手は一瞬ひるむ。今ね、左上の丸いゲージ溜まったので妖怪に変わりました。妖怪になって攻撃すると相手の気力ダメージがすごいんですよ。下にゲージがあるじゃないですか。あれの上が相手の体力、下が相手の気力。体力も削れるんですけど、気力の最大値をどんどん削っていけるんです。ちょっと待って、これはこれ勝てるじゃないか。あ、元に戻った、人間に戻った。気力切れからの首打ち、とどめです。それで俺の筋肉が、自然を傷つけて、あ、誰か出てきた。竹中直人じゃないのこれ。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。とほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。ああ、水木の玉城が手に入った。この顔はもうこれで見納めですよ。待ってたぞ。あの文読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。藤吉郎って豊臣秀吉ですよね、後のか。よし、じゃあ秀の字な、呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかし、
だけど宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとかそんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあどうする。よし、どうせ行くとこないんだろ、来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのは何か訳が。あ、すまん。まあいろいろあるわね。豊臣秀吉の秀は主人公の秀から取ったってこと。あの秀って刀に書いてたけど。神猿、神猿が手に入った守護霊。ミッション達成。これ1555年の話で、秀吉ってまだ20代と思うんですよ。20代でこの顔っていう。おかしくないですか。20代の顔じゃないんですけど。これ玉城。玉城初めて手に入った。これをつけると主人公がちょっと強くなって、右下に映ってる妖怪技を使われるようになるらしいです。俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ秀の字。どこ行くんだ。メインミッション。こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキーキキキキキ。ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。あ、整形しました。食うか。整形初出陣、神聖クリス・レッドフィールドです。シャキンってこう攻撃した後シャキン、これ斬新って言って。道山様が言ってた
刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前はにぎわってたそうだが。斬新を使うとね、モヤモヤした常世っていうフィールドを、消滅させることができるんですよ。あと気力も多少回復します。行くぞ。あ、早速いる。一体なんか何を漁ってんだお前。おらー、あ、もう一体だ。もう一体だ、見えなかった。おら、このサクサクの4連撃、これを主体にやっていこうと。危ない危ない、大技、大技、大技はやばい。ミノの不穏、この山奥にまで及ぶとは。いいですね、こういうとこ。結構住みたいですよね。自然に囲まれて、いい雰囲気じゃないですか。あー、いっぱいいるな。矢で行っていく。あー、射撃コンテスト優勝の腕を見せつけるぞ。ダメだ、動く的はちょっと苦手なの。おお、急にいたな、お前。2体いるのか。ちょっと待て待て待て。なんて柔らかい筋肉だお前ら。あ、かわした。勝利。これはめんどくさいな、2体いるから。あ、強い。お前は筋肉で強いんじゃなくて鎧で強いだけだろ。やりまん、やりまん、やり、やり、おお、勝った。組打ち、気力切れの相手をこう組打ちっていうので大ダメージ与えられるんですよ。あ、何が上から狙ってる。あー、もうそう、あいつら、ああ、もうややこしいな。ああ、2体に気づかれた。まずはこの弱そうな柔らかい筋肉を始末する。次は硬い筋肉。お前は大太刀だな、それ。大太刀、ああ、大太刀強い。俺の筋肉半分ぐらい削られた、一発で。2回食らったら死ぬな。かわした。あ、いけ、首打ち、首打ち、首打ちや。あ、生きてる、まだ生きてる。所詮鎧にたぶってるんだよお前は。ちょっと上のやつ倒すわ。上からテイ、えー、う、これ上かな。おーおーおお、お前神社の前で。上行こうか。上の方が順路、左の方は、まあいいや。ちょっとボスっぽいんですけど、いきなりか、いきなりか。あの、もやもやしてるところから現れるんですよね。ああ、なに、ああ、一つ目、一つ目小僧、一つ目、あ、やばいやばい、大技、大技カウンター通りが倒した。やばい、動けない、気力なくな、気力切れからの落命。一本だったらにより撲殺。戻ってきました、最初からですけど。また敵も全員復活。一本だったらね。おお、これは筋肉ペッシャーこうなりますよ。危ない、カウンター、カウンター取りましたよ。カウンター OK、 成功。あ、首打ちできる、首打ち、首打ち、
死ぬ死ぬ、いける。あー起きた、あー危ない、もうすぐ死にそうになるんだよこれ。あー怖え、怖え、いけ、今切れる。あー横すごい、2回か、これは1回、この後切れる。あー常闇展開してきた。これね、あのこっちの気力が回復しづらくなるんですよ。あー絞れた、あー絞れた、あー倒した。1本だったら玉城出た、ちょっと燃えてるけど体、なんか喋ってるけど読めないね。いつか読めるようになるのかな。強かったな今のやつ、一本だったら。お宝だ、お宝。あーこれはあれですね、うちの隊にはいらないから全部俺がメルカリで売ってやろう。誰？あなたどうやってここへ？私はトヨ、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど師匠とはぐれちゃって。ごめんなさい、あなたには関係ないよね。とにかく助けてくれてありがとう。落ち着いたら私のお店に寄ってほしいな。この先もあやかしがたくさんいるよ。気をつけて。この先結構いいやつだな。よし、うちの隊の装備品はこれからこいつに頼むとしよう。トヨ、あのバカでけえカジバ、一体何が？カジバ？カジバっていうのはあの鉄を作ったりするところアバウトですけど。あー、社あった。いやー、うん、こっちは上に登れないな、はしごが途中で途切れてるんで。今回はこの辺で終わります。一本だったらの玉城が手に入ったとこで、では続きはこっから神聖クリスレッドフィールド。ご視聴ありがとうございました。